にちは、ホッシーです。はい、今回ですね、まあ前回ね、ゾーンリードということで動画見ていただけたでしょうか。まあ、オフェンスの組み立ての一つとして、まあ持っとくと、すごい便利な、プレーになりますよね。で、今回ですね、そのゾーンリードが、まあ、結構流行った時代のクォーターバック。といえば、2009年の、関大のクォーターバックの原口くんですね。に今回ね、ちょっとズームを使っていろいろ話を聞きました。で、ゾーンリードということで聞いたんですけど、まあ動画の中にも話はあるんですが、これね、チョイスじゃないっていうことが、ちょっと自分意外と知らなかったんですけど、これはもう決め決めで、ハンドオフでオープンに渡すか、QB がキープするかっていうのは、最初からもうプレーのデザインに決まっているということだったらしいんですよね。なのでね、その辺の話を聞きましたね。どうぞ、皆さん、見てください。はい、オープニング動画にもありましたドローンから撮影なんですけど、あれはね、福井県の六路市高原つって言いましてね、うちのね、お店からまあ40分ぐらいかな、はい、福井県大野市にあるね、高原なんですけど、もともとね、あそこスキー場があったんですけど、スキー場はね、確か閉店して、もうわ営業はしてないんですよね、冬も。で、今はまあ夏にたまに行くところで、まあ、何しに行くかっていうと、星が綺麗、星を見に行くとかですね、まあそれぐらいしか私ちょっと行かないかなと思うんですけど、まあすごいね、福井に来たらいい場所なんで、高台にあって、大野市がガーッと見える場所なので、ぜひね、行ってみてください。大野市が見えるのかな、あれ勝山市なのか、ちょっとね、私詳しくないんですけど、まあその撮影だったんですけど、ぜひね、またね、最近ちょっとドローン凝ってるんで、ドローンの画像を入れてるんですけど、まあ私の行くところでいろいろとね、まあね、空撮撮れてみていただけたらという、まあ自己満足の動画なんで申し訳ないんですけど、まあ見たくない人は早送りしてください、毎回言ってますけど。はい、そんな感じで始めていきますので、よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日のゲストはですね、関大、何年ぶりに甲子園行ったんだっけ、あれ。62年ぶりです。マジで62年ぶりに甲子園行った時のクォーターバック、まあ、世の中的に言うと甲子園キュビー。はい、ありがとうございます。の原口くんです。はい、はい、よろしく。簡単に自己紹介してもらえると嬉しいですね。はい、アメリカフットボールを始めたのは高校生からで、関大一高で、関大で、朝日飲料チャレンジャーズで、その時に、ね、星野さんと一緒にプレーさせてもらいましたけれども、ああ、そう、そうそうそう、あと、俺、チャレンジャーズにいるときに、おあの甲子園 QB が来るって、もうみんな、ちょワクワク感すごかったよ。すごい期待度高かったよ。ああ、すいません、はい。いや、すいませんって、別に全然、活躍してたからね。チャレンジャーズ、ね、で今回ね、話してもらいたい内容が、ゾーンリード、はい、うん、いわゆるゾーン、俺の中でね、ゾーンリードといえば、はい、原口君っていうイメージがあって、ありがとうございます、うん、だってあの甲子園とかリーグ戦さ、はい、例えば2009年だっけ、シーズン、あ、そうです、はい、うん、あの2009年シーズンさ、だってなんだっけ、どこ対どこの試合が大阪ドームに変更になったんだっけ。あ、立命戦が大阪ドームに変更になった。あれだって最初どこでやる予定だったっけ。エキスポフラッシュフィールドですね。そうだよね。で、協会もエキスポフラッシュフィールドじゃキャパが足りないっつって大阪ドームに急遽変更でね。そうです、はい。で、そんなのさ、今まで聞いたこともないよね。あんまりないですもんね。いや、 ないよ、はい、いやで、そんぐらい注目されたシーズンだったよね。はあ、あのシーズンは結構自信あったの。はい、自信あった、あのシーズンは。いやー、正直もう一戦一戦自信なかったんで、全力っていう感覚でしたよね。ああ、もう全力で一試合ずつ、はい、それが結果に出たんだね。そうですね、はい、それでライスボールはどことやったんだっけ。カジマとやりました。ああ、強かった、社会人。そうですね、やっぱり社会人やっぱり何が違うかって言ったら、ヒット力と、あ、そのヒット力が違うんで、体力が持たなかったですね。そう、
いやーでもあれはすごかったなっていう、ちょっとね、もらったビデオ見たんだけど、やっぱちょっとすごいなっていう走りがあってね。あー、いい。いや、すごくて、で、ちょっとね、今回ね、原口くんに、ちょっとアサイメントを書いてもらったんだけど、じゃあその前にちょっと一回、その動画をちょっと一緒に見ようか。ありがとうございます。法政、甲子園の法政大学に、対して4クォーターだっけ3クォーターだっけ4クォーター4クォーターです、はい、あれは俺結構印象残ってて、独走、はい、だって足速くないよね。そうなんです、足速くないんです。足速くないのに独走とかすっげーだと思った。じゃあちょっとね見てみましょう。ちょっと何回かリプレイするので、どれだ、これかな、あ、これか、これだよね。あ、そうです、これです。これでちょっと。ちょっともう一回言ってみようか。あ、はい。これライン、これちょっと簡単にさ、なんか解説できる、ちょっと後でアサイメントはちょっと出すんだけど、この時の、はい、このアサイメントで言うと、うん、ランニングバックの左のオープンプレーフェイクのランニングこっちのフェイクね、うん、そうです、そうです、でそれの、まあ、中のゾーンリードと言いますか。これ誰をキーにしてるの、あ、これキーは、キーマンっていうのは実は、もう抜くのが絶対抜きのプレーでして、絶対抜きのこのフェイクなのか、だからハンドオフが、うん、ちょっと見たら、はい、ちょっともう一回見てるか、ハンドオフが結構なんかちょっと適当だが、これ入れられんのかなっていう不安があったんだよ。はあ、まあまあならない。この時点でだってもう入れる気ないよね。そうです、はい、これスローで見てもここでこういってもうなんかこの辺でもなんかそんなにこうハンドが合ってない、もうこの手の位置が入れる気ないっていうのがあるよね。はい、決め決めの QB キープね。もう決め決めの、その時ちょうど、カレッジ、アメリカのカレッジで、キム・ティーボーが流行ってたんですよ。同じようなプレーですね。あ、なるほど。はい。ちょっともう一回だけ流してみます。これやっぱ気持ちよかった。甲子園で独走。そうですね、その時は気持ちよかったですね。だってさ、反省が途中から聞こえてくる感じ。ボールオン33ヤードってことはさ、67ヤード走ったでしょ。そうです、はい、すげえな。これ人生で一番長い独走って何ヤードだったの。あ、ほんとこれが最後だ。これしかないですね。これないです。ちょっともう一回見てみたよ。これでもすごかった。これ本当はね、後ろから見たらすごいんだよね。バックタイトで見たかったけど、ちょっと今映像ないんで、これを。はい。じゃあこれがもう人生の一番のあれだね。はい、そしたらちょっとね待ってね、もらあのちょっと書いてもらったアサイメントをちょっと綺麗にしたんだけど、あ、はい、で待ってね、あれだね、これだね、これあ、そうですね、はい、こういうアサイメントでここをインサイドゾーンで行ったってことか。そうですね、なるほど。俺これまあチョイスしてたら誰かを見てんのかなと思ったんだけど、はい、特に今の話だとこのキュービーキープがもう決まりということで、じゃあここがキーになるよね。この一瞬センターがノーズをちゃんと流れないに見てから、はい、こいつがこのオープンにフェイクしたのに引っかかってここからこういくってことか。そうです、そうです、本当に、はい、でキーになるのこのブロックが難しいよね。難しいですね。うん、このブロック、はい、まあでもなんかちょっとこの辺ブロック多分フリーだったと思うんだけど、そこをなんとかなんかかわしてっていうか、もう振り切っていった感じだったけど、ああ、まっすぐいったから、これで
と、こう左側と右側が、うん、まあなんか見せ方が違うんですね。ああ、オフェンスラインの？あ、そうです。と全体的な、まあ、コンセプトというか、あ、はいはいはい、考え方で言うと、左はオープンに見せかけるっていうので、はいはい、うん、外に流す。うん、で、戻る、右側で言うと、うん、もともと僕のキーププレイが何回もしてたんで、うん、逆にこう、逆サイドでキュビキープのアサイメントを取ってあるんですよ。うん、その、たまたまな、左のオープンプレイに見せてかけてから、右のインサイドプレーに見せて真ん中をそのまま行ったっていう、あ、なるほど、感じなんで、お、たまたま空いたというか、まあその試合の流れで勝手に LB がフローしてくれたっていう感じですか。ああ、はいはいはい、なるほどね。あ、この時のさ、ほらランニング方向も早かったよね。そうそうです、そうです。もうそれでだいぶ左が広がってくれてるので、だいぶ中は秋間くんですね。はい、おー、さすがですね。原口くんといえばね、この QB キープを低く走るっていうイメージなんでね。でもう一個ね、はい、画像が、動画があるんで見てみます。ありがとうございます。チャンネル登録シネマ、これこれこれ覚えてる？あー、覚えてます。敵陣35ヤードから、はい、もうちょっと一回流してみますね。はい、これも決め決めのキープか。はい、これも決め決めのキープです。あ、なるほどね。ゾーンリードっていうのは実際のリードはしてないってことなのか。そうですね。あ、なるほど。ここで結構だってもうオープンだもんね。アウトサイドゾーンじゃなくてもここまでショルダー傾けてからオープン走るイメージだよね。そうですね、はい。なるほど。で、ここでもうフリーがいるのによう言ったね。もうここはね、原口くんの特徴があるのがこの低さだよね。こうこう、あ、ここ、はい、なんかこう、よいつもこっからさ、こう突っ込んでいくじゃん。これすげえなって思うんだけど、頭下がってるじゃん。そうですね。え、だこういう走りだよね。あ、正直なところで言うと、ここはもうほとんど突っ込んでるだけなんですよ。うん、そうだね。あ、もう、ま、負けプレーだなと思って、で、それでちょっと突っ込もうと思った時に、たまたま相手がタックルミスしてくれたんで、走り抜けれたっていう感じだったんですよ。あ、なるほど。はい、ここからザー。でもさ、あんな頭下がった状態から、よく頭を起き上げて、バランス取って走れたよねって俺から思うわ。絶対あんなだったらさ、地面に突っ込むじゃん。あんた、ボールが強いっていうよりかは、うん、この、まあ、当たり方なんですけど、うん、どんな、なんかこう、タックをかわせる選手っているじゃないですか。うん、多分こう、足かけ続けるのか、うん、それとも当たるときに足が止まってしまうのかで、ゲインが違う気がするんですね。ちょっとこれ最後まで一回流します。はい、喜んでるね。はい、で、なんかさ、なんか今のその足をかき続けるかって話があったじゃん。はい、あれってチャレンジャーズ来た時もこのゾーンリード、原口選手がコーターの書いたゾーンリードとか結構クイックパスやってたじゃん。はい、でなんかトレーニングでさ、なんかひたすらストレングスにさ、ゴムチューブでさ、ああ低く足かく練習させられるんですよね。ああ、そうですね。はい、やっぱゾーンリードで走る QB はそれが大事。大事だと思いますね。まあ、2パターンいけると思うんですけど、クォーターバックで、中を突っ込むクォーターバックと、まあ、外にまくりに行くと。どちらかというとスピードなかったので、中をプレースピード速くいくっていうのが自分の持ち味だと思ってたので、そこで当たって止まってしまうと、まあ、ニアのゲインで終わってしまうんですけど、
かけ続けたら3とか5とか1とか、まあ、運が良ければさっきみたいにくれる。そのピズとプレイしてました。じゃ結構運がいいよね。はい。結構ミス自体でタックルできないもんなんですよ。ああ、なるほど。はい、なんかこの間、加納選手とはちょっと喋った動画あったんだけど、日本人クォーターバックがじゃあ生き残るなら、俺は結構パスで勝負は外人とはできないじゃん。はい。こういうのでやってったら結構いいかなと思ってんだよね。そうですね。あと、それと、うん、まあ、試合作るところですかね。あの、ゲームブレイク能力っていうのは、外人 QB の方があると思うんですけど、うん、あのゲームメイク、作り上げるというか、周りを生かすっていうことは、あんまり欠けてないのかなって、X の方が見て思うので、うんうん、なんかいいこと言うじゃん。おいいこと言うね。たださ、このさ、例えば原口選手がいた、外人クォーターバックがいたって言ったときに、こう、はい、たまにスポットで入ってって、はい、あの日本人クォーターバックがロングゲインとかすると盛り上がるよね。あ、もう盛り上がりますね。うん、なんかそういうスポットでやっていくと面白いなと思うんだけどね。あ、まあ、切り口としてはまず日本人 QB があの試合に出るのはそういうところからかな。ああ、なるほど。はい、まあ、あと、まあ、こう、もう原口選手はあとね、もう、パスはね、そんな上手くなかったのは、まあ、みんな知ってると思うけど、ただ、クイックパスはもう空間に、もう無理やり投げて通してるってイメージあるよね。あれどうなの？もう、タイミングでバンバン投げるの？タイミングでバンバン投げますし、あの、朝日飲料ですごい感じちゃうのが、あの、パスが通らなくても、あの、そこに投げることによって、ディフェンスの動きが遅くなるので、後にランプレーが通りやすくなる。ああ、なるほどね。それを感じましたね、すごく。投げ方がちょっとさ、ちょっと低いじゃん。なんか練習かなんかでさ、オフェンスラインの後頭部にボールぶつけてなかったっけ？かなり多いですよ。いや、マジでね、これ余談になっちゃうけどさ、こうパスプロしててさ、まあ俺センターだったからいいんだけど、周りのタックルとかさ、原口くんが投げるときはさ、ちょっと怖いんだよね、もう耳の近くでボールをシューとか言うから。そう、しかもあの、タイミング、多分他の人にだいぶ早かったと思うんで。いや、だいぶ早かったけど、でもそれがいいんだと思うんだよ、もう。もう、逆にディフェンスにもインターされないじゃん、もう。もう目つぶってもいいからバーン投げる感じじゃん、タイミングでバーンボーンって。そうです、ね、あれはやっぱりね、外国人はそういうのないじゃん、ちゃんと見てから投げるから。ああ、そうですね。うん、はい、すごいいいなと思ってたよね、うん、そこは結構、はい、だちょっとどちらかというと、その外国人 QB ってすごいこう能力が高いので、レシーバーに合わせることができると思うんですよ。あ、はいはいはい。僕とかだと、すごい能力とか視野的なところでもあまり欠けてないので、こっちに合わせてもらわないと、パスが通せないんですよ。ああ、なるほど。ああ。そこの差なのね。全然違いますね。ああ、なんかそれちょっと勉強になる言葉だね。あ、いや、立体的にやっぱり見れてますよね、外国人系に。ああ。まあ、よくこう、まあ、思うんですけど、その、まあ、浅い飲料に入ってすごい感じたことで言うと、そのレシーバーよりの浅い飲料だなっていうことをすごい考え、感じたことがあります。パスプレーに関しても、クォーターバックのタイミングっていうよりも、空いたスペースに投げるっていう感覚だったので、あの、大学とかの考え方で言うと、クォーターバックのタイミングに合わせて、レシーバーそこに走り込むっていう。ああ、なるほど。考え方だったんです。だそこのところですごい戸惑ったところはありましたけど、まあ、能力が低いのは、QB の方だと思うんですね。大概日本人の場合で言うと。どうだろう。だったら、その、インセプする可能性も、される可能性も、すごい指に合わせたシステムだとすごいあのやりやすいっていうのは。なるほど。わかりました。
なんかなかなかいい意見をいただきね、やっぱでもそれってやっぱ QB 目線でも思ってることだと思うんで、すごいいいと思うんですよね。はい、ああ、なるほど。で、原口くんは今は関大で、そうですね、オフェンスコーディネーターを。おお、これ、はい、今シーズン注目っすね。いや、もうあの、まだ見に行きたいもわからない状態です。結構なんか準備大変でしょうか。ああ、そうですね。かなり大変ですね。なんか下っ端にやらせたりしちゃってんの。いやもう、できることはしてもらおうかなと思ってますけど。ど今シーズンすごい注目だね、神田。でまたね、オフェンスコーディネーター変わるとガラッとオフェンス変わるし、あ、はい、まあもう本当楽しみだと思うんでね、はい、62年ぶりに甲子園行ってますからね、その QB がねこうやるならまた、いやでも62年ってすごいよね、なんか快挙だったよね本当、今考えてたまたまがすごい続いたのでありがたいですね。いやもうあれはちょっと、うん、フットボールファンとしてもやっぱりそういうのやっぱ楽しいじゃん。もう大体ライスボールって決まっちゃってるじゃん、もう、はい、やっぱ違うチームが上がってくるのが一番楽しいよね。そうですね、新鮮味が、はい、そこは結構あの打破してほしいところですよね。まあ打破した人が言うんですからね、まあ、上から言ってもらって構わないんであのでも本当にかあの、まあ、下位チームって言い方おかしいですけど、あの出たことないようなチームが甲子園に出れるっていうのは、それなりの普通の強いチームが行くよりも、うん、あの運が必要だと思いますんで。いや、それはあるよね。まあでもね、神田そこで甲子園に勝ってるし、ライスボール行ってるから本当すごいなと思って、もうあれで結構神田ファンぐわってやっぱ増えたと思うわ。ああ、そうです。ありがたいですね。もう、でも今のやっぱり思いますけど、その時の他のチーム の選手層と比べたらすごい薄い状態だったので。あ、そうなんだ。はい、あ、本当にやっぱりこういろいろこうチーム力って変わるんだなっていうのはすごい感じましたね。その時の法政の法政でも、もう有名人ばっかりで未だに活躍してる選手が多いので。ああ、そうだよね。ああ、栗原選手だ。うん、そうだね。あ、栗原選手がいて、あの時の法政は。はい。で、あと、原拓夢っていうランニングバックがいてた。すごい強いランニングバックいてね。そうそうです。はい。で、あと、今、サンズに今年から入った、ブリリアンコーズ。ああ、そうなの。あ、その時の甲子園なんだ。そうです、はい。でこうなんかその辺に会うと偉そうにしちゃってもいい感じなの。俺パッケルしって感じで。さすがにどう、あんまりちゃんとおしゃれとかないですけど。本当、はい、なんか喋ったら面白くない、なんかこうなんか動画とかで。面白いですね、はい。あの時の甲子園ボールについてちょっと動画あったら面白いと思います。ああ、かなり面白いです。ああ、でちょっと原口選手上から。タッチなのやってきて、タックルかわしましたからとか言って上から言って炎上するという会社にクレーム電話入りまくって今度謝罪の動画を撮るという、そういうのが面白い。あ、多そうですもんね。はい、じゃあちょっとね、今日こんな感じですいません、なんかお忙しいところ。いえ、ちょっとまたなんかね、こう質問とかあったらまた聞いたりするので、また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ原口選手でした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。